平野紫仕様、自作のカラフルな絵画を初公開、ファンから絶賛の声相次ぐ。元キングプリンスへのメンバーで、現在は戸部所属の平野仕様、26歳、が自身のアート作品を初めてインスタグラム上で公開しました。カラフルな色使いと抽象的なスタイルで描かれた絵画に対して、ファンからは熱狂的な絶賛の声が上がっています。 彼の新たな才能に注目が集まる中、さらなる展望や個展開催の可能性についても話題となっています。近年、アーティストとしての一面を発信している平野志洋が自作の絵画を公開し、ファンたちを驚かせました。インスタグラムの投稿では、タブレットで絵を描く暇つぶしにはまっております、というメッセージとともに、3点の絵画を披露しています。 特に印象的なカラフルな鱗が特徴の人魚の後ろ姿は多くのファンから賞賛を受けています。平野志洋は4月に出演した番組で絵画に興味を持ち始めたことを明かしていました。抽象的なスタイルや柄を好み、伝統的な絵の具ではなくタブレットを使って描いているとのことです。その結果、 彼の作品は独自の魅力と個性を放っており、多くの人々を魅了しています。公開された3点の絵画に対して、ファンからは驚きと感動のコメントが相次いでいます。わ、お。ついに平野画伯が世界に放たれた、色使いが絶妙で、とっても素敵、お絵描きまで見せてくれるの。 家に飾りたい、よいつかこってん開け、そうといった声が集まっています。平野のファンたちは彼の新たな才能に興奮し、そのアート作品が世界中の人々に愛されることを期待しているようです。また、平野のアート活動に対する興味はファンに止まらず、芸術界やメディアでも注目を集めています。 これまで彼が歌唱や演技で培ってきた才能が新たな表現形態で開花していると評価されています。一部の専門家や評論家は、平野仕様のアート作品が今後の古典開催の可能性を秘めていると見ており、これからの彼のアートキャリアに大きな展望を持たせています。 ただし、一方でアーティストとしての活動が本業である音楽や俳優業に影響を与えることはないのかという疑問の声も上がっています。平野自身はアートとエンターテインメントの両方を大切にしながら様々な表現を楽しんでいることを強調しています。ファンや支持者たちは彼の多様な才能を受け入れ、 応援していることから、アートと芸能の両立は十分に可能だと信じているようです。平野志陽が自作のカラフルな絵画を初公開したことで、彼のアーティストとしての才能が再確認されました。ファンからは絶賛の声が相次ぎ、彼の新たなアート活動に対する期待が高まっています。 今後、古典の開催やさらなる表現活動に注目が集まることでしょう。一方で、彼の音楽や俳優業に対する影響についての疑問もありますが、平野自身が多様な表現を楽しんでいることを考慮すると、アートとエンターテインメントの両立は可能性を秘めていると言えるでしょう。 ファンや支持者たちの応援がある限り、平野紫耀の創造的な活動はさらなる飛躍を遂げることでしょう。